24日試合当日、計量当日の日になりました。今新幹線で東京を向かっているところです。体調体重ともにバッチリで10時からの計量までちょっとゆっくりします。58.9 かで計量クリア。今から、ビタミン注射、ビタミン点滴打ってで回復食いきましょう。温泉卵、これをちょっとゆっくり味わいながら食べていきます。いただきます。塩分が染みる、めっちゃうまい。今ホテル着いて、今何時や、1時前か、1時前なんで、会場が4時半入りぐらいなんで、ちょっとお昼寝して体力回復します。おやすみなさい。はい、17時15分過ぎて、第1試合始まりました。20分、調子はどうですか？めちゃめちゃいい。めちゃめちゃいい。結構今回当日計量やけど、体はもう多分だいぶ戻る、だいぶ戻ってはないけど全然動けるの。あと初の59キロやけど、そこの問題点とか不安な点とか、当日やからな、特に、まあでも、まあ自分らしい試合をします。はい、頑張ってください、料理してもらおう。頑張ってください。乾燥の組織の中で外人が多いところでストレッチタイム、そうなんでしたっけ。今で約1時間半前ぐらいですか、ぐらい前、早いもんな。ラスト30、早いもんな。今なしに帰りたい。家でゆっくりしたい。体操とか全然なかったですか？体操全然なかったですか？楽しみは、はい。